おかゆいところございませんか。はい、こんにちは。のぶや本店ののぶです。今日はですね、このチャンネルをご覧のおそらく 90% 以上の方が美容室でされたことがあるであろう質問、こちらをですね、かなり辛口にバッサリと切ってみたいなと思います。これを見ている美容師さんにとってはかなり耳が痛いお話になると思います。きっとそうじゃないんだと反論もあるでしょうかですね。どうぞこれをですね、一つのエンターテインメントとして楽しく見ていただければなと思います。ということで、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では早速参りましょう。この美容室でほとんどの方がされたことがあるであろう質問、5選と称してですね、5つの代表的な質問を解説していこうと思います。まず最初に、苦しくないですか？お湯の温度大丈夫ですか？痒いところはありませんか？はい、これらの質問です。こちらをですね、解説しようと思うんですが、まず苦しくないですかという質問、首にねタオルを巻いた時、クロスを巻いた時なんか、またはですね、シャンプー台で寝かせた時に聞かれると思います。この質問、のぶさん的にはっきり言わせてもらうとですね、そんなことぐらい聞かなくてもわかるだろう、たったこれだけのお話なんですね。もし、これを聞いてきた美容師さんがですね、見るからに最近美容学校を卒業してこのお店に就職したばっかりの超新人さんであるなら、その質問わからなくはないんです。でもね、ベテランさんで、しかもあなたが何年も通い続けているお店なのに、毎回毎回苦しくないですかなんて聞かれてるとしたらね、その美容師さん相当問題があるんじゃないかなと思います。逆にお客さんの立場から言うと、苦しくないですかと聞かれて、ああ、こんなに気を使ってくれて嬉しいわと感じた方いるんでしょうかね。のぶさんがお客さんだったら、いちいちこんなことを聞かれてめんどくさいなと、全部答えていかなきゃいけないんだなと、そんな風に煩わしく思ってしまいます。そしてそれ以外の質問ですね、お湯の温度大丈夫ですかとか、痒いところないですかなんていうのもですね、聞かずに殺傷やと思ってしまうんですね。これちょっと過激すぎるんでしょうかね、意地悪な発想なんでしょうかね。でもきっと多くの方はのぶさんと同じように感じているんじゃないかなと勝手に思っております。では美容室でほとんどの方がされる質問、その2、お仕事何されてるんですか。はい、これもね、ほとんどの方が聞かれたことあると思います。で、この質問自体が悪いとは言わないんです。ただね、お仕事を何されているのかという質問が、あなたの部屋へ還元というのかな、落とし込まれるための質問であるのであれば、いい質問だなと思いますね。例えばデスクワークでいつも下向いてパソコンやってます、ということは顔周りのこの辺の毛が鬱陶しいですよねとかね、飲食関係の仕事をしてるんです、ということはじゃあいつも一つに束ねることが多いですかとかね、そういった髪の毛に対するヒントとして職業を聞くならいいんですが、ほとんどの場合はですね、ただ単に世間話のための世間話というのかな、あなたとの沈黙が気まずいから何とかおしゃべりでつながなきゃいけない、そういった心理が働いてるんじゃないかなとのぶさんは思うんですよね。なので、ひとたびこういう仕事をしてますよというと、延々とそのことについて質問されるなんていう最悪の状態に陥った方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、この職業を聞くというのも困った質問だと思います。では美容室でよくされる質問、その3、お休みの日は何されてるんですか。はい、これもさっきの質問と同様、全く同じだと思ってもらっていいです。それが髪型に落とし込まれるということはなくてですね、ただ単にお話をつなげたい、沈黙が気まずい、おしゃべりでお客さんを楽しませればいけないという脅迫観念みたいなもので、なんとなく質問しているだけのような気がします。そして美容室でよくされる質問、その4、この後はどっかにお出かけですか。はい、これも全く前の質問2つと同じですね。そのことで話題を盛り上げようと一生懸命であると。これがですね、例えばこれから新しい仕事の面接に行きますであるとか、これから運転免許の更新で写真を撮りますとか、これから合コンですとか、そういったことを聞いて、じゃあ仕上げはいつもと違ってこんな風にしましょうねなんていう風にヘアに落とし込んでくれればいいんですが、そういったことはほぼないでしょうね。下手するともうこの後帰って寝るだけなんですと言っているのに、しっかりとブローして、しっかりとワックスをつけてしまうなんていう悲しいことをしてしまう美容師さんも大変多いような気がします。そして美容室でよくされる質問、その5、今日はどうしますか。
はい、これね、多分このチャンネルをご覧のほとんどの方が美容室に行くたび毎回聞かれる質問だと思います。でね、これももちろん初めて行った美容室2回目3回目ぐらいまでだったらいいんですが、何年も通ってる美容室で毎回今日はどうしますかと聞く美容師さんというのはね、ちょっと考えもんかなとのぶさん思ったりするのよ。ここ信屋本店はですね、かなり変わったお店ですので、ヘアの話を一切せずに施術が始まるなんてことが通常です。でもそこまでいかないまでも、今日はどうしますかという質問、これをですね、すべての人に毎回何年かやってくれてる常連さんにもするということはね、非常にいい美容師としてどうなのかなとのぶさんは思ったりするんです。というのもですね、お客さんは今日はどうしますかと聞かれるから仕方なく答えるわけですね。この辺がちょっと気になりましたとか、ちょっとこの部分はスッキリさせてくださいとか、いつも通りでお願いしますとか、これって結局はこの美容師さんはお客さんの言う通りにするということが前提になっているような気がするのね。あなたのおっしゃる通りにしますので、どうぞ事細かにご注文ください。こういった姿勢で仕事をしているような気がします。でもね、まあ特にその毎回通ってて何年も経っている、いつものおなじみの美容師さんだとした場合ですね、いろんなことを聞く前に察知しなければいけないんじゃないかなと思ったりするのよ。季節の変わり目なんでね、こんな風なカラーはどうですかとか、この部分ちょっと伸ばしませんかとか、この部分ちょっと鬱陶しいんで軽くしませんかとか、そういったことが美容師さん側から提案がなされた方がお客さん的には嬉しいんじゃないのかなと思うね。でも毎回毎回、まるで決まり事のようにですね、今日はどうしますか、こうやって何も考えずに第一声がそれというのはどうなのかなと思ったりしてしまいます。はい、ということで、美容室に行くとほぼ毎回される質問5選ということでお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。これはですね、決して、美容師さんの悪口を言ってるわけでも何でもないんですが、とかく人というのはですね、その業界内の常識にとらわれてしまいがちです。なので自分がお客さんだったらどうされたいかということに考えが巡りにくい、つまり業界に入ってで習ったことを何も考えずにずっとやってしまう、こういった性質ってあるんじゃないかなと思ったりするのね。もちろん美容師さんもご多分に漏れず、こういったなんとなく身についてしまった癖みたいな、特に深い考えはないんだけれども、ロボットのように毎回、このタイミングになるとこの声かけをしてしまうみたいなことでされている方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと。そしてその被害者はですね、消費者であるあなた、ね、つまりお客さんであると、こういったことになるんじゃないかなとのぶさん思ってるんです。なのでね、あなたがもしお客さんとして美容師さんとおしゃべりするのが大好きなんですというのであれば問題ないんですが、そうじゃない場合はですね、今日はちょっと疲れ気味なんであんまりおしゃべりできないんですなんて言ってみたりね、ほっといてくれる美容師さんを探すなんていうのも一つの手なんじゃないかなと思ったりします。それとね、もし今日この動画美容師さん見てくれていたらですね、今一度自分のサロンワークというものをしっかり見つめ直す必要があるんじゃないかなと思うんです。ね、あなたの都合で、あなたのタイミングで、あなたの聞きたいことをただ単に何も考えずにポンと質問する、これをですね、仮に自分がされたらどうなのか、嬉しいのか嬉しくないのか、ね、この辺のことをしっかりと考えて十分に注意して声かけしてみる、ね、そういったことをされると、もしかすると今よりもお客さんに喜んでいただけるかもしれないよと、そんな老婆しながらアドバイスの押し入れをさせていただいて、今日の動画を終わりにしようと思います。ということで、参考になれば幸いです。現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。もうすぐになってきました、4月の16日ライブハウスよりライブ配信をさせていただきます。いつもはですね、夜9時半からスタートするライブ配信なんですが、この日はですね、夕方の5時からスタートになりますので、ぜひ今のうちにスケジュールのチェックをよろしくお願いいたします。そしてこの信屋本店のぶというチャンネルでサブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館です。こちらですね、過去のライブ配信の演奏シーンだけ切り取って、私のがほんのちょっとおしゃべりを添えて短い動画、毎週日曜日の夜9時にお届けしております。大人女子の皆さんの大好きな昭和の名曲を中心に、私のことを心を込めて歌っておりますので、ぜひこちらの信屋音楽館の方も可愛がってやってください。 URL はコメント欄の方に載せておきます。てな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。では次は土曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。パーでした。ではこれの私、女に生まれてよかった、そして俺、男に生まれてよかった、 OK、 ありがとう。